こんにちは。テレビアニメ、ね、ソードアートオンラインオルタナティブガンゲールオンライン連役の楠木ともりです。この番組は私楠木ともりが GGO の魅力を皆さんに伝えるために現実世界でサバイバルゲームサバゲーに挑戦していく、そんな番組でございます。はい、本日もみさみささんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうということで、1回2回とありましたけれども、はい、なんか私としては、うん、あれがいい動きだったのかどうかもあんまりちょっとよく分かってないんですけど、うんうん、どうだったんですか。あれ第1回にしたら完璧な動きでした。あ、本当ですか。素晴らしかった。あれよかった。まあ今回も多分前回よりはうまくできるといいんですけど、実は収録がもうあれから1ヶ月ぐらいは経ってまして、ちょっと私も忘れ気味なのでいろいろ思い出しながらやっていきたいかなと思います。そして今回はみさみささんだけではなく頼もしい助っ人に来ていただいております。どうぞ。シュッハッ、来た来た来た、誰か来たよ。赤崎千夏です、よろしくお願いします。かっこいい。すごい似合っているあの人。そうなんですか。装備サバゲー似合ってる。あ、もうそうそう、サバゲー自体初めてだから、めちゃめちゃとりあえず形から入ってみたものの よく分かってないっていう状態です。これは巻いてもらった、いろいろこれはなんか授けられました。お前はこれだと言われたんですけど、確実に初心者が使う銃ではないらしい、うん、そんな気がします。スカジローの銃です。かなりピーキーだよね。そう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 、あ、以上にも私のレンと一緒でスカジローついてる、ね、これは先生の皆さんゲットしていただけましたか。先生に授けられまし た。いかがでしょうか。めちゃめちゃ可愛いですね。格好はねめっちゃ決まってると思うんだけど、うん、まあ、腕前の方はね何もやったことがないという状態なので、私もみさみささんに教わりながら、まず初めての第一歩から楽しくやろうと思います。見た目は本当完璧なサバゲーマーな感じで、ありがとうございます。強そう、格好だけは言えてすごい皆さんに言われました。私の方がなんか素人っぽいってめっちゃ言われた。ぼんやりしか見えてない。私ちょっと白っぽい、はい、今回は深いせられるように無駄に似合ってて草とかついていきます。頑張ります。はい、それでは、ね、せっかくなので、うん、今回はフィールド内を見ていこうと思うんですけれども、うん、今回は、F2 プラントという場所に行きましたね。みさみささんも大きかったよね。初なんです、うん、ね、なんか以前に使ったフィールドより明るすぎての場所もあるんですね。あります。なのでもう今回は全員初めてということでゆっくり見ていきたいと思います。はい、じゃあ早速フィールド入りました。今から練習で的打ちをやってみたいと思います。はい、どうですかフィールドを見てみて。いや、なんか私前回よりこう明るく、そうなんです、むしろ恥ずかしいのかな、横にも広く受けます、ね、なんかこのフィールド結構バリケードが多いので、うんうんうん、やりやすいかもしれない、初心者に向いてるかもしれないです。はい、前回までのところと全然、どこに向かってるんですか、ね、まずは練習で正面のあの的に向かって打ってみましょうか。あ、黄色いやつ。はい、黄色いやつ。わかりました。場所はないの。でもね、やっぱり車で行ったらそんなにかまりちゃんが、そうですね、1ヶ月先輩お願いします。1ヶ月先輩玉の入れ方とか覚えてますか。あ、覚えてます。あ、じゃあやってみます。はい、出ない。先輩前回やったからね、手袋がちょっとだけ大きくてね、大変なんだ。いいとこを見せますよ。かっこいいとこね、見せてくれないと。もたもたって言われてるよ。もたもたしてない。でもちゃんとしてるよね。そのガシャガシャってやってね、ちゃんと教えていただいた通りに通りにやってますよ。ちゃんと書いてるって。大丈夫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 。前回もやりましたねこれね。ちょっと力を入れとかないと手が吹っ飛んじゃう。おみくじじゃないよ。手が物騒なこと言いますね。手が吹っ飛んじゃう。結構ポンっていっちゃうんですね。さすが、わー先輩さすが、ちゃんと覚えてます。さすが、うん、遠くないですか。なんか前回より遠いですけど、そうね、ちょっとやばいね。78メートル結構遠いんですよね。小さいですね、マットが。そうだよね。うわすごい、あ、打った。うまい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 。いいね。はい、全然完璧よ。よし、すごいじゃん。大丈夫です。すごい、フロントフロントもやってみたけど。よいしょ、鳥がハッピー。うわ全然当たんなかった。うまい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 、すごいうまい、さすがすごい先輩、すごいじゃん、かっこいいよ。前回
フィールド暗かったから、打った後もスタンドがあまり見えなかったから、赤崎さんもやってみた、なんか続けられたのが、さすがにグレネードランチャーはピークすぎるというか、もうちょっと打ちやすそうなものをお借りしました。初めて握ったんですけど、握り方とか構え方かっこいい重力してるね。そうそうそう、これ結構女性でも持ちやすいって言われてる CM16 ベッドヒスの形が変わってるんですね。まあそうね、あのもうちょっと特殊な銃を2人とも授けられたから重いと思うんですけど、す、ね、これは比較的使いやすいのでこれでやってみましょう。まず持ち方が、はい、そう、右左手はこうで、ここをここにやってますね。持ち方難しい、どう取ったら合わせるように狙います。で、皮なるべく寄せかけられる、そう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 、ほほ、あーなるほど、打っていきます。で、今これなんか弾入ってるので、はい、で、ここがセレクターになってて、1個カチッと下に、ますか、はい、カチッ、あ、できました。カチッとでセミオートになります。一発打ってみてください。はい。そう、え、うまいじゃん。今の打てたんですか、なんかジーってなりました。ちょっと下に行ったけど、全然。初めてなんですね。おー、ピッタ、こういうことですね。赤崎さん、うまいんですよ。すごい、2発目で的に当たってるんだけど、1ヶ月で威張れない、もうすごい、うまい、うまい、わかりました。めっちゃ素質がある。本当ですか、素質あるのかな、当たらなかった。そうそうそう、でもそうそうそう、なるほど、狙いは完璧、はい、で、もう一個それをセレクターを変えるとフロート、変えるというのはこの、そうそうそう、そういうことです。次にこれでバババババってやつになるってことですか。なるべく顔が倒れないように、え、バッチリ、かっこいい、なるほど、あのちょっと当たってるね、これうまいよ、当たってます、当たってる、当たってる、ね、当たってた、あ、楽しいですね、これちょっと、ともりちゃん大丈夫、怖いです、めちゃめちゃ怖いです。あ、先生、グレネードランチャーは試し打ちはできないんでしょうか。やりましょう、やったやってみましょう。グレネードランチャーをどういう風に飛んでいくのか全然想像がつかないんですが、確かに全く、ここに置いてて大丈夫ですか。じゃじゃーん、うわい、どうぞ。これも持ち方は基本さっきのとこういうことで一緒です。で、今これ弾入ったら弾入れるとこからやりましょうか。でも派手よね、親指で見た目もすごいもん。これ持ってると敵にいるとビビりね、いや、なんだあれってなるよね。そうするとガチャって動くので、うわー、バカ、信じられない、こういうことなんだってびっくりしたよね。で、ここかな、これ弾がまちょっとすごいよね。今2発しかない、ちょっと2発入れてきますね。出てきた。で、ガチャッと閉めてください。はい、これでいいんですか。はい、で、セーフティーがここにあるんで、これを下に F、はい、ちょっと打ってみてください。これどこを狙うんですか、一体。これはなんか狙うっていうよりかは、もう敵がいたらそこめがけてバーッと出すものなので、広範囲に出るってことですね。まっすぐボンじゃなくて、あの作中でもちょっと上めがけて放物線上に飛ばせたんですけど、そういうことなんですかね。そういうことです、そういうことです。そういう使い方の銃弾で再現の、はい、ね、考えられてる、いっちゃう、うん、どういう風に出るんだろう。これごと出るわけじゃないですよね。これごと出るのとんでもない。ちょっと上めがけて打ってみます。はい、行きます。あれ、めっちゃ硬い、これ硬いんですか、こういうもの。再チャレンジです、はい、ちょっと私のパワー不足だった説もありますので、もうちょっと気合を入れてやってみます。いきますよ、ひゃっはー。あれ、挑戦します。いきまーす。初だったよ。あー、出た出た。なんかこうパーンって、なんだ、煙というか白っぽいで出るのもかっこいいです。結構ね、グッて勢いを起こせば大丈夫だったんだけど、具合が最初だったんですよね。難しいです。出た出た。もう一回ちゃう、もう一回いきますよ。大量にビビ弾が、すごい、なんか煙でよく見えるすごい飛んだ感じでしたね。これ強いですね。これはサバゲでなかなかいいところでこれが打てると、いや
かっこいい、大量にヒット狙いますよね、これは。近くで打ったら事故ですからね。まだね、やばい、近くは本当にやばいやつ。じゃあ続いてはちょっと上級者向けを二人にやってもらいたいと思います。はい、はい、何でしょう。まず私が見本を見せるので見ててください。わかりました。まあ、正面に的があるの分かります、ね、でそのちょっと左に的があるのも分かりますか。隠れてる感じになりますね、はい、それをまずここでポンポンって打ちます。ここから、ここから隠れてる方もですか。隠れてる方もここからポンポンって打ちます。あれ的の人だと思ってもらうと分かりやすいんですけど、ああやってサバゲで出てる人はほとんどいなくて、大体、うん、左側の的みたいにちょっと隠れてる方が、まあ、実戦っぽくて、でまあここでまあその2つを打ってもらったら左にちょっと移動して、かっこかわいい感じですね、うん、あそこに的があるのがありますか。はい、これかの子を打って終了っていう感じで、ちょっと動く練習をしてみたいと思います。素人には難しいですよね。この距離だと、まあ、前に行かなくてもあれぐらい、これぐらい、ここからの距離の方が打ちやすい。あんま前出ちゃうと逆にちょっと怖くてお互い引いちゃったりとかもするので、そうですね、この位置から敵を撃つ練習をしたいと思います。はい、じゃあ見ててください、はいはい、お願いします。じゃあ行きます。構えがかっこいい、難しいね。さっていうのかっこいいよね。おそらくヒットでも音的になんか音は当たってますからね。スタッフさんの確認ができないんですよね、早すぎて。そんな感じで、はい、音的には当たってます、うん、はい、じゃあまず先輩、ともりちゃんからどうですか。最近先輩じゃないの見たと思う。いやいや、先輩よ、うん、1ヶ月先輩だからね。そうそうそう、この辺からでいいですか。ちょっと今、怖々いきます。えおー、かっこいい。背が足りない。かわいい、足りてないよ、せいが。当たってる、当たってる、大丈夫、当たってる。めっちゃかわいいな、それ。ずるいよ、そんなの。当たんない、当たんない。いいキューブって、でも抱えやすそうだね、すごく。そうですね、当たった、構えるのがすごいやりやすい。当たってる、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 難しい、うんうんうん、ギュッとできる。そうね、結構やっぱ当たってる、まあまあまあ、まあ、実際こんな感じで、なんかここ覗くよりこっち見てた方が当たるんですけど、こっち見てた方が当たるんですけど、そうう慣れてくると、慣れてくると、こっち覗いても当たるようにまだ初心者だから、これ覗かなくてもなんとなく分かってくるって感じですかね。なんだろう、分かってくるともう感覚で分かるようになってきま す、ね、最初は覗いて打った方が確実です ね、うん、あれ分かりました。慣れる、慣れる、先輩だから、先輩だから読んじゃったんじゃない。違うね、やっぱ大きいね、この差は。でかいですね。お手並み拝見ですね。頑張れ、頑張るぞ。行きます。あ、音にしてた。そうですね、ここですね。そう、間違った、間違った。行けない、行けない、行けます。ちょっと顔横になっちゃったね。あ、縦にするっていうのを忘れちゃうよね。なんかフォームを最初は決めるのも難しいですね。そうそうそう、これは難しいよ。もうちょい上かな。 P9 でも結構ちょっと前かがみの方がかっこいいですよとは言われつつ、だんだん後ろにこう、あ、いいね、見ていい。登山には要注意。すごい跳ね返ってきた。当たったのかな。当たってるよ、大丈夫。こっち行こう。当たったということで。当たったのか分かんない。うまい、トイレがうまい。当たってる、当たってる。トイレがうまい、どういうことだ。ちゃんとね、ゴーグル大事だ。大事です、大事。うまい、当たった、すごい。当たってる、当たってる。当たったんだ。でも難しいですね、遠いのは。でもまあ当たったということで。うまい。当たったの。いや、すごいね、ちゃんと見えてますね。ドキドキ先まで。じゃあもう2人ともバッチリなんで、次はもう1対1でちょっとやってみましょうか。負けませんよ。嘘、先輩、お手柔らかに。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。怖い。グダグダの予感。グダグダの予感は。グダグダの予感。はい、今からともりちゃんと赤崎さん、ね、1対1で対戦をしてもらいたいと思います。はい、先に打った方の勝ちです。はい、頑張ってね、先輩。頑張ります、頑張ります。はい。赤崎さん、準備いいですか。はい。これだけのゲーム開始5秒前。なぬけなんか、なんだ今の。3、2、1、スタート。ちょっとゴーグル変わったんですね、諸事情によりね。途
そうそうそう。そう、あ、この視点で見るの面白いな。何も見えない。なんか、うん、前回みたいに逆にこう入り組みすぎてないというか、うん、空いてるので前に行けないんですよね。ちょっと勇気が出ない感じはありますね。あとその回り込める要素が向かい合ってると割と、前回その四角の部屋の角と角からだったんですけど、真正面なので、そうね、私がねこの間っていうか前回できた回り込むという動作がなかなか難しくて、得意なやつね。結構このフィールドは苦戦しましたね。今どっちだ、分かんない、当たったか。今当たってました、どっちだったんだろう。自己申告制ね。でもパチンって音はしなかった。でも分かるね、結構当たったら。そうね、スタッフさんの意思で分かるね。それはね、それはそれはまあ言わないお約束ですよ。うおきます、きます。めっちゃ来るじゃないですか。すごい、赤崎さんすごい来るんですよ、ドドドドって。なんかこう、押してくる感じ。当たんねーよー。攻めてます、攻めてます。怖い、攻めてます。怖いよ。しかもこれちょっと端に追いやられてるので、うん、動けなくなってるんですね。当たった、引いてる。怖い、やったー、当たった、やりました。もう顔が全然第2回戦ね、うん、私的に、うん、結構なんかそのスタートの位置でも割と戦いやすさ違うなっていう印象はありましたね。ドキドキするね。ちょっとドキドキしますね。BGM がいいですね。そう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 、前回ヒヤヒヤする感じ楽しいよね。1個前の試合で結構赤崎さんに押されてしまったので、うん、ぐいぐい行こうかなと思って、うん、押してマイルだね。怖っ、音楽。こうずっとその伏せてるので、うん、腰が痛くなりますよ。そうね、体勢。お、近い近い近い。近いじゃない。でもこれは多分見えてないですよね、お互い。近いの分かってるの。とかもう完全に裏にいるとどうしようもないもんね。そうですね。でもそろそろね、もうゴーグルが曇り始めて。お、あ、いいね、かっこいいね、なんかこの感じ。ちょっとね、停滞したなと思ったのよ、ここで。いかんなと思って。さすが番組のことを考えて。そう、大胆かつ。どうしようかな、どうしようじゃないな。きっと大胆に行こうと思ったら当たりましたね。だんだん曇ってきた。すごいすごい。いやあとゴーグルめっちゃ曇った。早いですね、やっぱり。これ問題だね、このゴーグル曇り問題っていうのがあるよね。先輩やね。疲れました。意外に疲れるね、結構疲れますね。結構じっとしてるように見えて疲れますからね。ね、でも楽しかったな、本当に2人とも疲れ、疲れなんか笑っちゃうから、すごいびっくり。すごい面白いけど、ね、最初は赤崎さんがガンガン押しててもうちょっとともりちゃんがこう引きながらチャンス。いや、びっくりしました。そう、でもその次なんかともりちゃんのね、あのね、動きがねすごい低いの、姿勢がすごい上手い。背の低さは生かしていかないと。そうね、的が小さい。ちょっと上手くて私はびっくりした。楽しかったです。完璧、すごい楽しかったです。どうやってみて、面白い。あとスリルがすごいですね。ね、ヒヤヒヤするね。やってる間わかんないんですけど、終わると急に疲れがどっときますね。なんか確かにね、興奮作用みたいな。そうなんですよ、息が上がってくるんだよね。感じないね、当たった時どう、どう、どう、当たった時、あ、当たったっていうのが分かりました。あ、来たみたいな。そう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 、よう分かりました。あとなんか私どうやらカメラマンさんに一発当てたみたい。すいません、1回の時にまた当ててしまったという。本当に申し訳ありません。入ってるかもね、声。私は別に光ればね、人が見えるかもしれない。ということで、次回がなんと最終回になります。あら、そうなんです、早くも。やりたい。
もう最終回になってしまうので、今まで学んできたことを生かせる試合ができたらいいなと思います。ぜひ見てください。バイバーイ。出た。ポイントはどうした？ポイントはですね、ちょっと春なんで明るいガチすぎる。軽い装備で来ました。下ジーンズとかですし、もし敵がどっか逃げていったら左行ったよとか声で言ってくれると、おラスボス感がありますね。あーヒット、当たった、かっこいい。さんがちょこちょこ動くのを見てて、うんうん、上から見てると可愛いんですけど、うん、対戦すると結構嫌ですよね。